今日は、ウプ主が作ったコースの紹介をさせていただきます。お目汚しになってしまうかもしれませんが、お付き合いいただけたら、嬉しいです。まずはこちら、簡単。マリオ3のコーススキンで、誰でも簡単にクリアできるものをと考えて作ってみました。スタート地点は左上、自然にコインがないところにキノコの隠しブロックがあります。キノコなんてなくても簡単にクリアはできるので、おまけ程度のアイテムです。そしてここのブロック、中身は葉っぱです。真下は穴が開いているので、落ちないように気をつけてください。パックンがいるので、尻尾で倒すなり、ノコノコをぶつけるなり、ご自由にどうぞ。もちろん、倒さなくても進めるのでご安心ください。ハンマーブロスとクリボーがいるけど、尻尾マリオ状態だったら2回当たっても大丈夫です。そして土管の中身はなんじゃろな。うん、ここはただのボーナスエリアだね。ここのブロックに、乗れる雲を入れてあるので上の方にある位置アップを取るなりコインを全部回収するなりしてください。まあ、3アップ以上しても無意味なんだけど、気分の問題だよね。はい、さっきの土管の入り口とほとんど変わりません。ノコノコがいるけど、大して問題はないと思います。難しいコースばっかりやって疲れた時や、原作風なコースをやりたい時に遊んでいただけたら嬉しいです。50秒チャレンジ、スターでかけて飛んで、爽快コース、スピランを作ってみたかったのですが、経験があまりなかったのでこれも割と簡単なコースになっています。まずは三段ジャンプからの、壁キックスピンジャンプ、走っていれば勝手に P スイッチを踏むので、そしたらノコノコを右側に向かって蹴り飛ばします。ドッスンをスターの力で倒したら、大ジャンプ、途中でクルリンを何回か入れてください。スターの効果が切れないうちにどんどん壁キックで進んでいきます。あ、ちょっと危ない。少しミスをしてしまいましたが、本来ここもスターで安全に進んでいけます。プロペラを取ったらすぐに飛んでいくよ。そしたらまたスターがあるので、どんどん進んでいきましょう。ここの特訓とドッスンを倒すのがすごく気持ちいいです。ウプ主の、一押しポイントなんだぜ。またスターがあるので、壁キックしていきます。クッパを瞬殺してやったら、ゴールです。今は途中で少し失敗してしまったんですが、うまくやれば4秒残してゴールできるはずです。スピラン入門としては、ちょうどいい感じのレベルなんじゃないかと思います。あれ、今度は、作る、画面で解説していくの？さっきまでのコースと違って、今度のは結構難しいのでこちらでご紹介させていただきます。ひたすらスピンジャンプをしながら、赤コインを集めていくコースです。最初はコインの誘導に従っていれば、パックンの上に落下することができます。ここが最初の難関かな。レールを移動しているパックンを踏んでから、土管から飛び出してくるポックンに移ります。ポックンって何？パックンの間違いです。ごめんなさい。なんだ、面白いこと言おうとしたわけじゃないんだね。ここが2番目の難所、そして、一番難しいところです。レッツゴー。タイミングを見計らいつつ、レールのパックンを使って右に大きく飛んでいきます。勢いがありすぎるとこうなるけど、かなり思い切り飛ばないと届きません。クリアチェックで一番苦労したところです。今のプレイはなんだ？タイミングが悪いとこうなるっていう見本だよ。そいや。よしよし、危なかったけど、なんとか進めたな。ここの羽根付きでカパックンの上に赤コインがあるので、回収します。そして3番目の難関、ノコギリの真ん中の赤コイン回収。パックンが真ん中に来るより、少し早めのタイミングでジャンプするのがコツだね。ここも簡単ではないですが、さっきの大ジャンプに比べればはるかに簡単だと思います。なかなかタイミングがつかめないので、少しお待ちください。そいや。ここは壁キックスピンジャンプです。本来なら、これで4枚の赤コインが揃って、鍵が手に入っているはずです。そしたらこっちに出るので、あとはゴールするだけなんだぜ。ここもスピンジャンプで行った方が安全だと思うよ。直接ゴールしようとして、ウプ主は1回だけ失敗してました。これで、今回の紹介は終わりにさせていただきます。ぜひ、遊んでみてください。